っしゃ壁ドン行くぜ。てね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 、シアルブラザーズ、イン、サタンの部屋。ようかなけはロビンと3体でパラドックスに飲んでいくってやつだぜ。ちょっと待って、なんこれ、やめろおい、ちょっと、ウィース妖怪羊サタン誕生。さあこのクエストはアンチウィンドがねえと下に引き寄せられて、あの左下の数字の2の水をバーって食らっちまうのよ。2体食らったら死んじまう。だから今回は運極ボーナスを利用してよ。抜けるしかねえ、ロビンフットはアンチウィンドねえからな。3ターン目やられちまう。だからこの運極ボーナスがねえと負けてしまうのよ。しかもこいつ反射だからな、貫通だね、弱点つけねえ。で、ガブリエルが先導ならまあ一旦でいけたんだが、まあ、これ想定してなくてよ、全く分からない状態で入って運よく運極ボーナス出てラッキーって感じだから。で、ロビンフットの友情2発分であのゴミ箱を倒すことができるぜ。まあその分貫通じゃねえ分、そこで活躍してもらわないとな。そんじゃあアラミ様、いつも通り右側にステータス頼むぜ。ダギってダギって仕方ねえんだ、ステータス右側に押しとくぜ。よっしゃ、確認していくぜ。反射バランス正規し、アビリティマインスイーパー M 超暗示重力バリア。マインスイーパー M はこのクエストのギミックに対応してるぜ。超暗示重力バリア全く意味がねえ。で、ラックスキルシールド。で、このクエストは電線切りがめちゃくちゃ痛えのよ。で、今回、このロビンフット3体で来てるせいでやばいから、ここはちょっとシールドに頼ろうぜ。で、エシスカブドン20プラス4ターン。これがよ、まあ今回の目玉だよな。これでボスやっちまおうぜ、やられる前にやっちまおうぜって感じ。で、ボス2でおそらくちょっとワンパンできたのが、ゲージバーンと飛ばしそうだから、それはちょっとやらねえようにするぜ。面白くねえだろ、そう飛ばしまったら。で、次、友情が全敵貫通ロックオン衝撃波。これによって、あのゴミ箱、ゴミ箱って読むのしてないか、ダスティさんだけ、あいつを、まあ、2つ、友情、ロミフト2台分で倒すことができるぜ。で、サブ調教次元山はちょっとわかんねえ。ちゃんと切ってたこいつ。記憶ねえな。で、HB が23,058。まあ、重心化は25,000あったら高い方。まあ、これでいいんじゃない。アタックが34,48。ゲージがねえから、まあ、高く見えるが、まあ、それでも十分高いぜ、これは。で、スピードが 344.12。それに超アンチ重力バリアがつくので、やばくねえか。まあ、このクエストないけど。さあ、ここら辺でよ、ちょっと俺、確かよ、ちょっとミスるのよ。そのせいで、ちょっと、声入ってるから、よかったら聞いてみて。契約完了。お、これ横勘で倒せねえよな、これ。下行って反射になって、右から入って、はまるしかねえな。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あのゴミ箱即死だから、マジ危ねえ。もう油断はしねえ。つうわけで、ロビンウッド上に配置してんのよ。ボスイーストラストがマジ貫通系だから、突破できねえ。そのためにロビンウッド上に配置して、ボスイーチ飛ばすぜ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。ボスにはもう反射なのよ。だから全然いいんだが、本当に、ここでいかに SS を温存するかにかかってんだ。さあ、もうこう終わらせるぜ。いけ、このパワー。おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、温存するって言った矢先によ、SS が一個無駄打ちになった。やべ、ちょっと待って、この場合いけるのこれ。もうガブリエルの削りにかかってんな。なかなかのダメージじゃねえか。取りたくねえがよ。取るしかねえよな。2体当たって取るぜ。いや、全然ダメージ出てねえ。友情が全然ダメージが出てねえ。マジどうしよう。とりあえず当たってあのゴミ箱を倒すが、本当にやばかった場合、ガブリエルの SS で突破するしかねえよな。それがいい感じにどっかにロビンフット、あの移動時にバンって挟んでもらえたら壁ドン使えるんだが、これも降りていくのは良くねえよな、壁ドン使って。本当に、ガブリエルあと2回撃てるから、その時のために、ゆっくり稼ぐ、ダメージを。
ちょっと待って、ガブリエル当たってないのこれ。おい、ガブリエル、な、ボスの中に入ってんじゃねえか、あいつ。横勘で削りていいけど、あれ、床あるじゃねえか。こんなに難しかったっけ、これ。まあ、ちょっと削れるぐらいでいいか。最後、めり込んでくれれば、斜めで次、動ける。オッケー！これで、斜めムーブで、次のターンで、倒しきるように、減らしていくぜ。とりあえず、ゴミ箱を倒してえが、当たる、友情頼む。あ、出た。出た。ドラえもんバトルドームなんでた。よかった。よかったよ。よかった。ちょ、興奮しすぎ。おい、ちょっと、みなぎ仲良くそっちに行くんじゃねえ。大丈夫。まあ、ゴミ箱は倒せるかいいか。契約完了。ちょっと待て、これガブリエル絶対 SS 使わなきゃならねえパターンじゃねえか。とりあえず友情狙うしかできねえよな。おい、しかも絶対撃つしかねえって。これ地雷がロビフトな、手伸ばして取れって。それくそ、ラストに残しておくための SS がよ、無駄打ちになったぜ。終わりの日絶唱。なんか使わなくてもよかった威力じゃないこれ。どうなの。うわ、ちょっと待って、このロビンフッドの2体の SS がめちゃくちゃ重要になってくるな。さあ、ここはよ、結構そのダメージを受けんのよ。電線切りが、ほらほら。このパワーで、もう今こもやべえから倒しとくけどよ。マジ倒しよ、ほんとに。あのロビンフッドの、一番目のロビンフッド SS 溜まりそうだから、それを貯めるためにはやっぱり、このパワーで、そんな余裕はねえってか。あいつの SS を貯めるためにスキルダメしようと思ったが、そんな余裕はねえみてえだ。とりあえずズバズバ削っていくか。まあ本当はよ、ここで壁ドン使ってワンパンするのもよかったんだが、それはちょっと本当にさっきも言ったがやりたくねえのよ。うわ、これ待って、ギリギリやられる。ハード取らずに倒しに行くか。倒せなかったらもしかしたら負ける。それかギリギリ残る。倒しきれ。あっ、307。マジでギリギリ、ギリギリ中のギリギリコンテストだったら優勝レベルのギリギリじゃねえか、おい。だあ、どうしよう、これ。ハマる方法がねえよな。友情で倒せなかったら怖いから、とりあえず地雷回収してこいつ倒す。契約か。なんだかんだなんかスキルためになってんな、これ。これも、まあ、これはさすがに飛ばすの無理か。敵の体力が少なすぎるから。さあ、緊張のラスト。で、今いい感じにガブリエルスタートにしたぜ。最初のアイザル倒してえからな。ああ、そうかそうか、その必要もあまりねえのか。だってよ、あのガブリエルじゃねえよ、ロビンフッド2体当たれば倒せるんだろ、こいつら。確実に2体当たれる方がいいか。左のロビンフッド当たって、右のあいつ。で、上のパラドックスのダメージを与える感じで。オッケー、十分だぜ。さあ、来い、パラドックス。ブワ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 、このパワー、ブワブワブワ、オッケー。さあ、次どこフット。ああ、これどうしよう、 SS 使って横勘で降りていくのもいいか。あ、そうかそうか、縦勘で左感じ、これすごいんじゃない。おー、オッケー、いい感じ。うわ、やべ、勝てるんだね、これ。おい、ちょっと、え、こんなにうまくいっていいの。え、次どこフット。左フットか。とりあえず、友情で、
オッケー。まあ正直言うと、あれ倒さなくてももういいもんな。弱点強化する人ないもんこれ。でいい感じに一番上のガブリエルまで行って、あ、じゃあ行かなくていいや。この友情発送するから、右の重なってるやつので倒せるよな。下さあ壁ドン行くぜ。てね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 、オッケー。このパワー、これでほぼ倒す。これで倒すのは無理か。でも弱点ズバズバ行くぜ。オッケー。さあ次らへんでとどめだが、次感染だよな。あ、電線だよな。ちょ、もうほんと間違える。いいんだ、これは別に耐えるんだが、もしこの後移動床で確実にハートを取れねえような状況になっちまったら負けるよな。じゃあ今取れそうなこの時にあのハートは取っといた方がいいよな。いけるか。いけ、おっしゃー。あ、これで倒しちまった。いや、いい、これで、よかった、これで。あ、ならよかったんだ。よっしゃ、勝ったぞ、3体で。ありがとうよ。おめえらも試しあれ。さあ、こっからは、おまけだ。なんとか配置したが、これで、とりあえず、ステージは突破して、行ってこい。てね、てね、てね。このパワー、てね。これでさすがにいったろ。なるべく薄くしてパワーアップした状態で倒すぜ。これでいけるはず。頼むぜ、本当に。いや、これは倒しきれなかったら電車で負ける。てれ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 、あ、あ、このパワーいいから、そこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。焼きってしかたねえ。